よ。1投目さあ、初ピョンピョンで釣りました。なんかね、あの駅がちょっと先行していく時があるから、ある程度長時間探ってこれちゃうから一緒に流れてる。来たよ。来た。手前に来れば来るほどホール時間を長くして、うん、でなるべくあの底付近で止めてあげて、Kのピンクでなかなかこう風吹いてるから止めづらいんですよね、沖の方で液を長時間で一番足元の方がまだこう液を止めてられるためが作れるかなと思って。綺麗な海サイズの割にものすごい引いたんで結構引いてたよね、うん、まだまだ出そうです。変わってるよ。来たよ。割とそこを意識してアクションはもうその場に残すような感じです。あんまりこう前に来させないようにスラック作りながらこうパンパンと入れて、ちょっと待ち時間長めで撮ってますね。当たり出そうな感じがしたら来たよ。のと細長いのと、細いのと、うん。変わるんでしょうけど、ちょっと丸いですね。ね、丸っこいですよね。なんかもうちょっと日本のはもうちょっとスリムなイメージありませんか。なんかね、胴がコロコロして。やっぱり狙うところってやっぱ共通してますよね。これ魚釣りでも一緒なんじゃないかなと思うんですけど。
特に小魚とかベイトを追って捕食する生き物ってやっぱりその潮が溜まるところで、イカにさらしってイメージってあまりないじゃないですか。でもその潮がこう巻いて少しベイトが溜まりやすくなってるところとか、追い込みやすい地形で岩と岩の間だったり、それが形成している巨大なバンドだったり、やっぱり釣れるところって日本各地でもそういろんな国に行っても条件って実は一緒で、自分の持っているスキルで、あ、ここ前釣ったことあるなってものすごい大事なんですよね。だから何どっかと似てる地形があったらやっぱりまず打つ、でそこからゲーム組み立てて、これものすごい大事なことだなと思います。これちょっといいかもしれない、良さそうよ。あ、いい、これいいね、これだいぶいいね、だいぶいい、だいぶいい感じ。あー、気に入ってるなー、持ってる。なんかさ、ちょっと嫌だね、これ、うん、おはい、うん、でかいでかい。来たよ。こんな高さ？真下だからちょっと曲げてますけどね。結構素直です。よいしょ。大丈夫。ダブルヒット。よいしょ。だいぶ引いてたもんね。うん、すごい、ちょっとカンナ乗されてますね。ちょっとね。うん、すごいパワーでしたもんね。うん、すごい引いてた。あんだけ絞るから。うん、キロ後半ぐらいあるんじゃないかな、ね、だいぶ。あ、でも丸いですよ、ね、すごいすごい丸いね、肉厚、肉厚、いいサイズですね。いいサイズですね。やっぱり溜まってますね。うん、なんかいるところには結構まとまって、まとまって数いますよね。で、いっぱい出るとなんかもう次々次々やっぱり活性上がってるんでしょうね、うん、上ずってきましたね。多分かけ下がったこのすり鉢状の中にめちゃめちゃいるんだよね。任せてゆっくりゆっくりボトム付近で引っ張ってたんですけど、見てこれエギもう完全に食べてますね。だいぶだいぶ食べちゃってる感じ、ガリッガリ、もうあの餌だと思って疑ってない感じです。食べてるよね完全にね。ボディの下のテープの下まで出てきちゃってるぐらい疑いもなく食べてる。びっくりした。そう、真下でずっともう最後粘ってて。いえいえ、もうあのレンジはもう下の方です。やり？でも丸いかっぽくないよね。やりっぽくないですか？ねえ。ほら。でもちょっと日本にいるやつ違いますよね。若干違いますよね。世界中にこういう筒光っていて、ちょっとずつ性格とかだって違うじゃないですか。でもこれこういうことですよね。本当いろんな国にイカがいますけど、どのイカもやっぱりこの駅で狙えるっていうのがね、楽しいですよね。来たよ。紫、パープル。結構遠浅っていうかな、砂利浜みたいな風に見えるんですけど、実はもう
岩のこう沖より5メーターぐらいからこうギャッと落ちていくんですね。でどん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 深くなって最終的にはここが15メーターになるんで、割と急峻な崖なんじゃないかなってイメージにされてます。ある程度の年次まで行ったら2、3回しゃくって、通常だったら5秒カウントでずっと横に引いてくるんですけど、2回3回しゃくって5秒落として、次2回3回しゃくったら次8秒落とす、次2回3回しゃくったら10秒落とすとか、どんどんこうエギを深いところに入れていくようなイメージです。で今ちょっと午前中に比べると少し曇りになってきたんですね。ちょっと陰ってる時があるので、で山の位置もそうなんですけど、特に山を背にして影ができるようなところだと、こういったあの紫ってものすごいシルエットが目立つんです。明るい色もいいんですけど、暗い色でしっかりとあの形を際立たせる。水深 15m でも光は届くんですけど、やっぱり深いところに入って例えばブレイクの影とかシェードが入った時に紫のシルエットでしっかりイカに見せたりと、そういうイメージで使ってます。釣った中で一番可愛いかもしれないですね。でもこうサイズの かなりばらつきがあるってことは、産んでる時期も少し長いのかな。来たよ。ちょっといいサイズ、エギのサイズ4号に上げたんですよ。そしたらやっぱりちょっとアクティブなやつになって、見た感じにはそんなに変わらないですけど、よいしょ、ちょっとね気がしないでもない。浅いな。なんか浅いところから出てきて、うん、出てきますね。多分その下についてなんか今耐えてたらやっぱりすぐ浮上したから、そんなに深いレンジで食ってないですよね。うんうん、あ浮いてるね。あっちまで活性上がってきたね。うん、なんかちょっと上ずってる感じ。ちょっと夕まつめっぽくなってきたのかな。香料がちょっと変わりましたよね。うん、よいしょ。ナイス。
何回ダブルヒットするんですかね。だいたいいるところ来るといるから、どっちか釣れると、そう、またなんか釣れたら次丁寧にやると必ず持ってくるみたいな。必ず持ってきますね。そう、しっかりこう溜めて、うん、エギをぐーっと沈ませてるとこうグイッと持ってくるんだよ。いるところでちゃんとアクションさえすればちゃんとこう結果がついてくるっていうのが、ね、楽しいですよね。いや楽しかったね、香港ね。本当良かったですね。もうなんかそんな長時間ではないけど、うん、結構こうギュッと凝縮してお昼なんかもしっかり上がって食べてるのに、ね、午前と午後ともうしっかり休憩入れて、うん、でまた午後のプランでやったらその場所その場所でしっかり出るんで、いいですよね。いい